上海の空港、本庁空港いるんだけど、ね、入り口のところで体温チェックやってる。いつもは荷物検査だけなんだけど、荷物検査プラス体温チェック、なんか体温測るっぽいカメラみたいなの置いてある。さすがにみんなマスクしてるね。